まあ、今の駆け引きは面白かったですけどね。まあでも決定機でしたよね。そうですね、もう中川入れる、もらう、中央ですね、いい形でこう崩されてますからね、はい、またマルコスジュニオール、いいスピードだ、シュートは決まった。サシモのカミンスキーも動けず、マルコスジュニオール決めて1対0。先手を取ったのは横浜 F マリノス、40分です。これは本当に見事に福田さん決めましたね。いやもう見事ですね、いつもねゴールパフォーマンス面白いですね、ゴールのやつやってますけどね、面白いですね。これ改めて見てもらえませんか。そうなんで、はい、少し落ちたところからスルーパスになって、うん、そのセカンドボール拾ってからなんですよね、でワンフェイクしてシュートコースを作って素早く振り抜きましたよね、はい、これパス出した後のやっぱりリアクション早いですよね、はい、田口もやっぱり前行かれると思って少し後ろ下がったんですよね、うん、その時に少し角度変えられてシュートコース左足で作られてしまいましたからね、うん、強いシュートではなかったですけれども、タイミングとやっぱりコースが良かったですね、なんといっても自分がスルーパス出した後それに対してのリアクションが早かったですよね、はい、やっぱりもう立ち上がりからですねゲームにずっと入れてますし、いや小さいボレー空振り、さあカウンターのチャンス、マルコスジュニオールドリブルでかなり速いスピードを上げてきた、これは決定だ、最後のフィニッシュ切り返し中川2点目 F マリノス突き放しにかかります。これは見事なカウンターでしたね。いや素晴らしいカウンターですね、まあ、マルコスジュニオールがドリブルで仕掛けて少し大きくなってディフェンダーにこうねカットされるかなというところですね、うまく先に触ってですね、まあ、ここからですよね、はい、このファーストコントロール見事ですよね。この後ですよ、ここ触られるかなと思いましたけど、うん、ここいいタイミングで、それも中川の走ってるもう足元にぴったりと入ってるわけですよね、うん、スピードも全く落ちることなくですね、はい、中川のところにいい形でボール入ってますから、中川にはいろんな選択肢こうある時間がこう与えられましたよね、うん、それによってですね余裕持ってやっぱ相手かわしてコースを狙って流し込みましたよね、はい、見事なファンタですね。最終的に高橋が対応していたあのスピードとしてはいい時間でのこうメンバーチェンジだと思います。キッカーはちょっと嫌ですからね、このインターバルはね、フィジカルジュニオ対カミンスキー決めれば突き放します。3点目、落ち着いてタイミングを狂わすながらエジガルジュニオが決めました。これで3対0。これ福田さんおっしゃるように本当に勝つときには大勝で勝つ F マリノスのそのパターンにはまってきました。これそういう感じなんですね、この間の神戸戦が4点ですが、はい、今日も3点、相手がやっぱりね、はい、点を取りに来て前掛かりになったときのボール奪ってからのカウンターというのは非常に威力がありますからね、はい、F マリノスね、それがちょっとはまってますよね、さあ残り時間がまだありますが、ジュビロがどういう攻め方をするか、もう点差が3点に広がりました。ちょっと時間を置きながらマルコスジュニオールは浮かせたボールを使いました。もうチャンスですね、はい、ボックスの中で決定、今日2点目エジカルジュニオール4点目が入りました。これは前節同様、やはり爆発すると止まらないのが横浜 F マリノス。その通りですね、はい、ここもねうまくパス交換しながらですよ、マルコスジュニオールがね最後のボールとして、もうあれだけ荻原余裕持って前見たら彼の技術があったらね、はい、しっかりと狙ったところに出せますし、うん、またエジカルジュニオがですねうまくセカンドラインでもらうようなフリをしといて相手引っ張っといて、うん、一番ゴールの近いところにこう動き直してるんですよね、うん、これの駆け引きも見事ですよね、うん、いや本当にこう傘にかかって攻撃しかけた時のエフマリノスは脅威ですね、強いですね、はい、本当に止まりませんね。4点目